堀義人は日本の実業家。学位は MBA。グロービス経営大学院大学学長。グロービスキャピタルパートナーズ代表パートナー。祖父は北海道大学教授。電力中央研究処理事の堀義次。祖,祖父は参考合司会社代表社員の堀有三郎。重白夫は政治学者の秋野豊。茨城県水戸市出身。 茨城県立ミッ都第一高等学校を経て、京都大学工学部卒業。ハーバード大学経営大学院修士課程終了。住友商事を経て、1992年株式、会社グロービス設立。1996年グロービスキャピタル。1999年、エーパックスグロービスパートナーズ設立。 2006年4月、グロービス経営大学院大学を開学、学長に就任する。若手企業科学同様、日本初代会長よ、よアジア初代代表、世界経済フォーラムが選んだニューアジアンリーダーズ日本代表、米国ハーバード大学経営大学院、アルムナイボードなどを歴任。現在、経済同友会幹事、日本プライベートエクイティ協会理事などを務める。 2008年に日本版ダボス会議である G1 サミットを創設。2011年3月、東北の大震災後には復興支援プロジェクト解剖を立ち上げる。一般財団法人解剖の代表理事を務め、解剖社会的インパクトファンドを蘇生し運営している。2016年4月からは、茨城ロボッツの取締役兼オーナー。2019年11月からは、 茨城放送の筆頭株主となる。その他、公益社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボール、リーグ理事、公益財団法人日本基員理事、茨城大使、水戸大使などを歴任。2020年、根樹法省受賞。五男の父、企業家精神や人材育成についてだけでなく、政治や社会問題に関しても、積極的に発言している。 本人は、ちなみに僕は、思想的には、右でも左でもなく、ど真ん中だと思っています。愛国心という言葉もあまり好きでないです。だが、リーダーは、自らが所属するコミュニティに対する責務があると思っています。その意味では、日本を思い行動します。当然、日本と共に、アジア、地球のためにも行動します。と述べている。原発問題については、 安全保障、環境、命への影響、実現性、安定性、経済性、50年、100年先のエネルギーへの影響、などを考慮した上で慎重に判断すべきという立場を取っている。ありがとうございます。